今週も始まりました。司会の平田里奈です。先週は番組お休みをいただきましたが、今週は久保木さん、中西さんと3人でお送りしていきます。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。よろしくお願いします。さて、夏も終わりに近づいてきましたが、はい、夏のローカル開催も最終週を迎えます。今までご覧になっていて、各競馬場の馬場状態など気になることはありますか？そうですね、今年、福島中京はちょっと雨にたたられましたけど、はい、新潟、それから小倉になってからは、あと札幌ですね、開催日、競馬の最中に雨が降ったっていうのはほとんどなかったんで、はい、例年と比べるとその痛みはあまり進んでないかなっていう感じはしますね。ただ新潟に関して言うと、もうちょっとジョッキーたちは内を開けて進路をすっとりつつあるんで、特に外回りはもう内、先週もそうでしたけど、うち3頭分ぐらい負けて真ん中から外という競馬になってます、で、決着を見ても結構外から伸びてくる馬の活躍も目立ちますし、そのあたりは頭に入れて予想はした方がいいかなと思いますけどね、中西さんいかがでしょう？そうです、僕も同じ印象ですね、あまり痛みはないかな、その新潟の内側ぐらいかなと、札幌小倉に関してはあまり痛んでるイメージないですね、ありがとうございます。今週は日曜日に新潟で行われるハンデの G3 新潟記念を中心にお届けします。まずは今年の出走メンバーをご覧いただきます。久保木さん、今年の出走メンバーご覧になっていかがでしょうか？はい、去年と違って頭数がフルゲートになったというのは一ついいことかなと思いますよね、それとメンバーもこうかつて強かったというクラシック候補と言われた馬が復活してきたり、それからやっと持っていた能力を開花できるようになってきた馬、それから下のクラスから勢いがつけて上がってきた馬と、ここ各多様性があってすごく、比較も難しいですけれどもね、面白いメンバーですよね、それでは今年一つ特徴的なのは、その4歳の高級制度がなくなったことで、去年の今頃だったら、もし高級制度がなければまだ、今でいう3勝クラスぐらいで戦っているような馬が、6月7月に、クラスが下がらないことによって3勝クラスを勝って、でそのまま力試しも兼ねてこの新潟記念に出てくるという馬がなんとかいますよね、でもそういった馬もすごくこの先を見据える意味でも競馬っぷり注目ですし、なかなかこう楽しみの多い組み合わせにはなったかなと思いますね、逆にここしか使えなくて面白いメンバーが、そうですね、ここでこう どういう感じになるか、秋は、例えば G1 戦線に行くのか、もうちょっと力をつけるために、ローカル回りをするのかという、分岐点になる一つレースになりそうですよね、中西さんも同じようにご覧になってますか？そうですね、個性豊かという、いろんな素敵性がある馬もそうですし、実績あってっていう復活目指してとか、やっぱりこう夏のハンデ重賞らしい、本当個性豊かで馬券をどう買うかも難しいと思うんですけどね、面白いメンバーだなとは思います。そこをまたハンデでこうどうカバーしていくかっていうのが面白そうですね、はい、それではこのコーナーから行ってみましょう。新潟記念をポイントで解説、お二人に新潟記念を予想する上でのポイントを伺っていきます。まずは久保木さんのポイントからお願いします。冒頭でもちょっと触れましたけども、やはり、一つ今年ルールが変わったことで、夏の競馬、特にこの小馬の重賞っていうのは、こういろいろメンバー構成とか、それから頭数っていうのは大きく変わってきそうな感じがしますので、そのあたりせっかく、いい方に、これはもう JRA が、目指す一つの方向ではあったと思うんですよね、このオープン競争を充実させるという、そのために高級制度をなくしたということもあったと思いますので、それは一つこの新潟記念である程度、多少の答えは出た感じもありますから、せっかくなんでそういったところに乗っていこうかなというところ、だから4歳まで下のクラスからこう上がってきた馬を中心に狙ってみたいなと今年の新潟記念は思います、続けて中西さんのポイントもお願いします、僕は過去の傾向をちょっといくつか、調べてきたので、それをちょっと言いたいんですけれども、過去10年で、勝ち馬10頭中9頭は前走勝っているか、負けていても0秒5差以内だった、あともう一つ、勝ち馬10頭中8頭が
ハンデ55キロ以上だった。あの例外2頭のうち1頭は3歳馬のブラストワンピース、もう1頭は牝馬の52キロだったコスモネモシンなんですけど、ボバの、まあ、4歳以上でね、54キロ以下というのは過去10年では、勝っていないということですね、あと、連帯馬20頭中17頭は、あの SS サーデサイレンス系の守護馬だったと、はい、まあ、2代父がサンデーサイレンスということですけど、あとこれ2001年以降の18回で、過去18頭中14頭が前走上がり1位ではなかった、上がり1位だった馬は、18頭中4頭しかいないという、で切れ味勝負っていうなんかコース的にそういうイメージあるんですけどね、そっちばっかりに寄ってしまうと案外自力勝負になっちゃったりもするよという傾向がありますね。あ、ちょっと惑わされますねちょっと上がり勝負でいろいろ考えてた部分あったので、そういうことも考えてしまうんですけど、でそれが当たりの場合もあるんで、何とも難しいんですけどね、まあ傾向としてはそっちばっかり寄ると危険だよということですね、ある程度該当してた方がいいかなとは思うんですけど、はい、ありがとうございますでは次のコーナーに行ってみましょう新潟記念の出走前馬をお二人に金銀銅の札で評価していただきます。サマー2000シリーズの第5戦、この秋飛躍が期待される楽しみな馬たちが揃いました。それでは行きましょう。里のキングダム、はい、どうですね、なかなかこう軌道に乗れずに、まあ、あの4歳とか5歳とか過ごして、まあ、やっとオープンに来たっていう馬なんですけれども、ポテンシャル的にはね、僕は G3 だったら通用していい馬だと思うんですよね。ただ 2000m がちょっと長いかもしれないんで、期待は持ってみます、はい、つけてあげたいなって気もするんですけど、やっぱちょっと距離が一波論長くなった分甘くなるかなってところはあるんで、アクート、はい、新潟コースは、4勝中3勝で3着1回、はい、で全てレースの上がり最速、メンバー最速の上がりをマークしていると、とにかくこのコース適性というのが一番の魅力ですよね、で、まあ、夏場も走る馬ですし、一番この夏のローカル重賞で大切なコース適性と、それから夏場の強さというのを、あと、54キロというハンデ、この辺もろもろ含めれば、まあ、相手が強くなってもそれなりに戦えるんじゃないかなという判断ですね、はい、ダイバキャグニこれはもうとにかく左回りと右回りでは走りが全然違う馬ですから、前回に続いて左回りを目標にというところで、中間の動きもいいですしね、ただまあオープン特別を4勝してるにしろ重賞を勝ってないのにトップハンデというのは少しかわいそうかなっていう気はしてます、まあ、その分の銅メダルですね、はい、フランツ、この馬はね、僕は間隔詰めると良くないタイプだと思うんですよね。馬体も減らしてしまうんですけれども、天才花のディープインパクト3区っていう印象で、間隔開けた方がいいと思うので、いや、この馬は僕はもう楽に重賞で通用すると思うんですよね、今回は、もし人気なかったらね、かなり厚めに買いたいぐらいな気持ちあります。ハンデの55というのは下の3勝クラスから上がってきた馬たちよりは1キロ、まあ、重いわけですよ、はい、でその分ハンデキャッパーもこの馬を評価しているという、まあ、証明にはなるんですけれども、まあ、やはりこうどこからでもしっかり足を使えるというセンス、レースセンスの高さというのが魅力ですし、ちょうどいい力試しのレースだなと思いますので、ここのレース内容次第では一気にG1 戦線にという可能性も秘めてるかなという意図ですね、はい、次男坊、高級制度がなくなってここへ来てくれた一頭かなと思うんですけど、やはり折り合いっていうのがまず第一にとにかく課題の馬ですから、はい、今回はおそらくペースはかなり落ち着いてしまって、デムーロ騎手なんでおそらくそこそこ人気にはなると思うんですよ、だったら逆に、馬券からは消してみようかなという感じはしますね。カデナ、おお、本命ですか、はい、はい、
まあ、あの前回メートルグラスに首差、差し切ってたかもしれないなという汗足だったと思います、うん、僕は復活してきてるなと。で、まあ、最初ポイントに挙げたところにもいくつかこのままバッチリ該当しますし、はい、夏はね調子のいい馬ってのはやっぱり僕は重要視したいんで、うん、まあ、この馬小回りでね最近使ってきて構想してるんですけど、小回りだけの馬とはとても僕は思ってないんで、うん、まあ、復活の勝利を期待します。ユーキャンスマイル、いや迷いました。僕は迷いました。いや私も迷いました。4,000〜3,000m 以上使ってますから、はい、まあ、あの早い上がりが使えるというのは長距離でのものであって、 2,000m で切れる馬がいっぱいいるわけですよ、うん、同じ切れ味勝負になったら僕は分が悪いと思うんですよね。意外と人気先行とか力が過剰に評価されてしまってるんじゃないかなっていう気もするんですよね。で、まあ、今回休み明けですし、まあ、ここが決してこう目いっぱいの勝負というタイプでもまだないですから、うん、それならここは思い切って軽視してみようかなという感じですね。クリンチャー、分からない、上がりがかかってほしいタイプの馬なので、なかなかこのレースでね、その条件にははまらないかなと、うん、まあ、実績的には、ね、もうトップレベルの馬ですけど、もともと叩き両下型で今回休み明けでもありますので、うん、まあ、ここは今後に向けての人叩きなんじゃないかなという感じをしています。レイエンダ、2人とも揃いました。まあ、前回の力というか競馬っぷりを信用するんなら、やはりこの銀以下の評価にはできないなというところですね、うん、はい、ちょっと信用しきれない前走の勝ち方ではあるんですけれども、ポテンシャルはね僕は本当にこの馬は高いと、前走きっかけにねやっぱりいい方向に馬が向いてってくれれば、うん、まあ、もちろんここでももう楽勝してもいいぐらいの馬だとは思ってるんでね、うん、まあ、本気にはしなかったですけど、うん、期待はもちろんしてます。カバル、まあ、このまま折り合い重視直線だけっていう競馬してきてるんですけど、まあ、本当にねその切れ味というかね直線だけなんですけどね、まあ、直線長ければ長いほどもう本当にいい足使うタイプで、条件的にはもうバッチリだと思うんですよね。まだ4歳ですけどね、これからまだまだいけるんじゃないかなというのと、今回の舞台がドンピシャじゃないかということで、うん、はい、これはまあ一発あればこれかなという気はします。とにかくやっぱり一ガロン10秒台の足を2度続けて使うことはこのまま間違いなくできますね、うん、はい、平坦コースで、さらに切れ味、増しそうですし、うん、まあ、あとは折り合いがやっぱりちょっと難しいというか、前半その辺を乗ってる状況みんな気にするんですよね、うん、で今回三浦騎手がそれを気にしすぎて位置取りがあまり後ろにならなければっていうのだけです、うん、心配は間違いなく上位に食い込んでくる足は持ってると思うんですから、うん、はい、クラウンディバイダー、ちょっと現状厳しいと思うんですね、うんうん、湘南バッハ、うん、2人とも上がる。昨年3着なんですけどね、状態さえ良ければね確実に最後伸びてくるタイプの馬だと思うんですけど、うん、8歳ですけどハマったらというか、あの一発あるんじゃないかなっていう、うん、今年も人気は全くないでしょうし、やっぱりそうすると逆に買ってみたいなと思いますよね、はい、妙味はありそう、はい、検討、いつも自分なりの足は使ってくるんですけど、さすがに少し相手は揃ったかなという感じはしますね、うん、サトノワルキューレ、このままも人気も全くないでしょうから、ちょっとつけてみたいなって気はするんですけど、うん、まあ、泣く泣く無印という感じです。ブラックスピネル、はい、ハイレベルだった新潟大賞典5着馬、うん、今回はちょっと前行く馬あんまいなそうなので、うん、ちょっと先行馬で自力勝負で残るって言ったら僕は案外この馬かなと、抑えではあるんですけど、はい、センテリオ、おお、クオキさん、ここで金ですか。やはり4歳馬で、5月に、
1600万下を勝ったわけですから、本当なら、そこでもう一度クラスが下がってるわけですからね、うん、でも高級がなくなったことで重賞を使って、で新潟記念にも来てという間ですから、うん、今年その新潟記念の傾向が変われば一つハマる一頭ではあるかなと思いますよね。まあ、今回は相手もそれなりに揃いますけれども、アヒンバの53キロというハンデを考えれば、うん、ここは一発狙ってみる価値はあるんじゃないかなと思うんですよね。今年の新潟記念はおそらくスローペースから上がりの速い競馬になると思いますので、コースも間違いなくいいと思いますし、うん、ここはさほど人気も6、7番人気ぐらいかなと思いますので、うん、この馬から買ってみたいなと思います。はい、牝馬はあんまり、ね、成績良くないんで、うん、そこで爆弾に下げたという感じなんですけど、平坦でパンパンのババだったとしたら、この馬の切れ味も すごいんじゃないかなという、うん、一発ありそうな。いやーゴールドサーベラス、おそらく後方で足を貯める競馬にはなると思うんですけど、うん、ただまあ藤田七子騎手が乗るんで、本当はこのジョッキーには外回りは逃げる馬に乗ってもらいたかったんですよね、うん、ちょっとこの馬、このタイプの馬じゃなくて別の馬に乗ってもらいたかったなっていうのはあります。はい、特にこの今年の新潟記念はちょっと先行馬が少ないんで、はい、ダッシングブレイゼ、うん、柏木さん、丹下さんの予想も加えた皆さんの金銀堂はこちらです。では今週の馬券の買い方伺っていきたいと思います。ここ2回、ここに出演させていただいたときは軸馬ともに4着だったんで、今回はなんとか3着まで来てほしいですけど、ただね、相手がやっぱちょっと絞りづらいっていうのもあるんですよね。なんで、まあ単勝と副勝という形に今回はしようかなと思います。はい、意外とレーンを買って手広く流して当たってもあまり身入りがないっていう可能性もあるんで、まあ勝つと信じて、でまあ副勝ちょっと抑えぐらいな感じで買おうかなと思います。中西さん、これ単勝を買って、うん、あと3連複ですかね、3連複でちょっと人気薄のこう2、3着っていうのもかなりこう期待しつつ3連複っていう、うん、そして私の新潟記念の注目はこちらです。出しにくいですよねもうこんな、ね、なんかお二人がそこまで言われると私ちょっと説明しづらいんですけど、いやいやで、なんか私が言ってもやっぱり説得力なくなりますね。いや、競馬は自分を信じれるかどうかですから、しぶしぶって感じですけど、いやでもいやいやいや、これは自信を持って買いたいと思います。はい、皆さんの馬券検討の参考にしてください。では今週も一押しの馬、久保木さん、中西さんに挙げていただきます。どちらのレースでしょう。私は札幌2歳ステークスですね、はい、土曜日、はい、ダーリントンホールという馬ですね。はい、おそらく一番人気は同じ木村厩舎のゴルコンダだと思うんですけど、うん、ゴルコンダは、まあ、確かに前回レコード勝ち強かったですけど、ちょっとまだなんつうかね、気象的に危ない面も持ち合わせてると思いますんで、うん、同じ厩舎でもこのダーリントンホールの方は前回、スローペースを漕いで上手に折り合って、最後にハロン11秒5、11秒6と、うん、まあ、ほぼもう減速することなくまとめて、これも楽勝に近い競馬でしたから、うん、同級者の2頭多頭出しは人気輸送狙いという格言もありますし、うん、ここはダーリントンホール、これ結構自信あります。はい、ここから行きたいですね。はいはい、じゃあ中西さん、せっかくなんで札幌2歳ステークス。あ、はい、主にダーリントンホールを非常に期待してるんですけど、はい、まあ、ゴルコンダとダーリントンホールと、うん、あとレザネフォールという馬が、うん、ゴルコンダと同じ日に新馬戦でちょうど5秒遅い時計で勝ったんですよ。で、時計的にはね、もう全然こう勝負にならないんですけど、はい、でもね、馬体の雰囲気は、ね、すごく僕は良くて、かなり将来性あるんじゃないかなというふうに思ってて、まあ、もう三つどもえになってくれないかなっていうような感じですね。はい、中西さん、改めて今週の一押しを教えてください。はい、僕も札幌なんですけれども、日曜日の、単調ステークス、はい、マイネル文書、今回あの大成トレイルという馬が出走してて、多分人気に上位人気の一角になると思うんですけどね、まあ、マイネル文書前走、まあ、その大成トレイルと頭差だったんですけど、うん、
まあ、競馬の内容としてはもうほぼ互角だったと思うんですよね。で、はい、あのその負けてまだ条件クラスにいるマイネル分子は対戦トレードよりハンデ1キロ軽いので、うん、まあ、ポテンシャルとしてはもう 五分と僕は思ってるので、今回は逆転あるかなと、うん、だこのまま逆転ということはもうかなり上位に狙えるメンバーじゃないかなというふうに思ってるんで、はい、はい、日曜日には小倉でも2歳ステークス行われますが、こちらも注目馬教えていただけますか。はい、マイネルグリッドという馬を注目します。はい、お母さんのマイネショコラーデが函館2歳ステークス2着で、うん、おばあさんのコスモバレンチは小倉2歳ステークス、このレースの勝ち馬なんですよね。うん、でまあ、そういう、 こう早熟というか完成が早い、うん、血統の一族でもありますし、うん、今新馬フェニックス賞と2回使って、ここ3回目使ってくるっていうのはもうある程度その、まあ、この先クラシックうんぬんというよりは早い時期に稼いでしまおうという使い方だと思うんですよね。うんうんうん、まあ、そういった厩舎馬にサイドの戦略もありますし、ここは、まあ、おそらく上位人気になると思うんですけれども、うん、現段階の完成度というのを期待して、うん、このマイネルグリッドからいきたいですね。はい、中西さんは。あ、僕はトリプルエースですね。はい、あの初戦1002だったんですけど、ね、かなりスローペースで差し切る形だったんですけど、11秒2、11秒6っていう最後2ハロンで勝ち馬もねしっかり伸びてたと思うんですけど、それを差し切ったんですけど、なかなかの切れ味だなと思います。ポテンシャルはなかなか高いのではないかと。前半のペースに戸惑わなければ、うんうん、かなりチャンスあるんじゃないかなと思います。うん、私もほぼお二人と一緒ですけど、はい、札幌はゴルコンダ、小倉はカイルはコナ、まあ、まあ、あの小倉2歳ステークスらしいですよね。はい、なんか金沙さんの奇跡3区で、うん、まあ、条件的に合ってるんじゃないかなと。それでは丸ごと必勝チャンネル、また来週お会いしましょう。